エロシタはドイツのマックス・プランク地球外物理学研究所が開発した製造された X 線宇宙望遠鏡である。エロシタはロシアとドイツが共同で進めるスペクター RG 宇宙天問台の一部であり、ロシアの望遠鏡アート x c と合わせて一つの衛星を構成する。2019年7月13日にバイコヌール宇宙基地から ロスコスモスによって打ち上げられ、第2ラグラン重点を6ヶ月かけて巡るハロー軌道に配置された。2019年10月に科学観測を開始した。メディアを再生するドイツ宇宙センターが制作したエロシタの紹介映像エロシタは、もともと国際宇宙ステーションに設置することを目的にヨーロッパ宇宙機関によって設計された。しかし2005年にエロシタを独立した。 人工衛星に搭載することで科学的成果が大幅に向上するとの報告がなされた。エロシタに使われている X 線望遠鏡は1999年4月に打ち上げられたがバッテリーの過充電によって破壊に至ったアブリクサス天文台の設計に基づいて行われた。エロシタは7年間にわたり X 線で全点を装填観測する計画である。 エロシタ全点調査は2から10ケブの帯域で最初の全点観測になる予定である。また0.3から2ケブの帯域では1990年代に実施された先駆的な X 線装点観測衛星であったローゼットに比べて25倍の感度向上が期待されており観測成果を大きく塗り替えることになる。エロシタは10万個の銀河団。 300万個の活動銀河核、天の川銀河内の70万個の星を検出すると想定されている。主要な科学目標は銀河団の観測を通じて宇宙の構造と歴史を解明し、ダークエネルギーを測定することである。エロシタは2019年10月17日にファーストライトを達成し、2020年6月11日に最初の前天調査を完了した。 エロ下に使われている X 線望遠鏡は、金メッキされた反射鏡54層からなるボルター式望遠鏡が7台並んだ構造になっている。反射鏡は、高エネルギー X 線光子を集光し、エロ下 X 線光感度カメラに導くように配置されている。カメラは高純度シリコンでできた X 線 CCD であり、MPE で内製されたものである。 最適な性能を得るために、カメラは低、摂取90度にまで冷却される。エロシタは、マックス・プランク地球外物理学研究所を中心に、バンベルク、ハンブルク、ポツダム、チュービンゲンの研究所と共同で開発された。ドイツのエロシタコンソーシアムには、ドイツ全土の研究所だけでなく、国際機関のメンバーも含まれており、エロシタによって検出される、数百万の天体を、 追跡観測するため、地上望遠鏡との協力体制も確立している。2019年3月4から7日に、ポツダムで開催された、ドイツのエロシタコンソーシアム会議望遠鏡の科学的な性能を評価するための試験観測のデータは、2019年10月22日に公表された。超新星 1987A の高分解能スペクトル、ダイマゼラングモや、 銀河団の画像に加えて非常に変動の大きい活動銀河の高度変化データも公開された。エロシタが観測した相互作用銀河団 A3391 及び A3395。最初の全天観測は2020年6月11日に完了し、その成果は110万個の天体を記録したカタログとしてまとめられた。検出された天体は 活動銀河核、活動的な高温コロナを持つ、星、銀河団の他に、明るい X 線連星、超新星残骸、広がった星形成領域、さらには、ガンマ線バーストなどの爆発現象も記録されていた。また、天の川銀河の中心から、マッシュルームのように膨らむ包丁の構造や、銀河円盤による吸収なども含まれている。エロシた前天画像。ありがとうございます。